に、はい、今この辺が痛いかな、右のお尻の上あたり、うん、なんか腰ですね、はい、この辺がね、右腰ちょっと下の方ですね、お尻の上部、お尻の上部の方、お尻の右上部ですね、はい、が痛い、あの多分それも歩き出してからかな、あ、それまでは、はいはいはい、なかったから、はいはいはい、多分筋肉の落ち具合でここが負担かかってる感じで、この辺がすごく痛かって、鼠径部、うん、はい、一旦待ってもらって、体にちょっと左右差ないかと思うのかな、右足が短いんですよね、これで見た時にここに足首、足のかかとが来ちゃうので右の方がかなり短いですね、それから腸骨の高さで見てもやっぱり右が高いですね、うん、これだけ差があるので、さっき何とおっしゃいましたっけ、右左で行くなら右の方が倒しやすいって言ってましたね、うん、それからちょっとこれちょっと横にお願いします、持ってきて隠してたからみはるちゃんが見つけてくれて、ここでもちょっと右の方が下ですね、肩甲骨のところが、うん、前なので右の方が悪そうですね、そう、右側でお尻が痛いんですもんね、うんうん、ああやっぱそうですね、それからちょっと肩見ますね、これで言うと肩痛いですかね、右の方が、これちょっと左、これ痛そうですね、うん、右の方が特に痛い、はい、それで首はどうでしょうかね、右のが痛い、じゃあ全体に両方痛いけど、うん、そうですね、こっちもかなり痛そうですけど、うん、この方が痛い、うん、こっちよりこう動ける方にどん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 動かしちゃうから、うん、左をかばってたんですよ、はい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 、左も痛く、そう、もうなんか1週間ごとに、そうね、だから右に重心が来ちゃってるから右が詰まったって感じですね、そうですね、はい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 、わかりました、うん、ちょっとなんかあれですね、腰も、うん、まあ、右が少し前の方に行くような感じで、その回線も起こっちゃってますね、まあ、極端に言うとこういう状態になってますね、はい、骨盤がの方もちょっと右に寄ってるというか、うん、あの左の方がこうくびれがなくて右の方がくびれがある、この横に張り出してるのが右の方が強いですね、こう回ってるので、ちょっと右の方が痛いので右でちょっとその背骨を揺らしていきます、辛かったり怖かったりがあるようでしたらおっしゃってくださいね、はい、お顔楽にしてていいですからね、はい、うん、じゃあ切るだけだ、なんで一気でここブリッキャ、めっちゃ見てる、そうですね、でもなんか動いてるから前よりスムーズですね、うん、やっぱり一番ひどかった時に比べたらまあ随分良くなってはいますね、確かに、いいお兄ちゃんしてるないやでもこれでいいと思わないようにちょっとやっていきたいと、あ、そう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 
それは結構確かにそうなんですよね、うん、いやまああのーうん、ね瀬子さんに、うん、あの免疫の本って言って買って読んだりとかしててはい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 、うん、温めたりいろいろ工夫はしてうん、うん、そうなんですねあじゃあそれも良かったんですかね、うんうんただある時期からもうどの段階で歩けばいいのかもう寝たきりだったらもうそれしかないけどでそう歩き出した時に無理しちゃって2回目腰やっちゃったんですよねやりましたねなんかまあそういうことがあったから余計に筋肉の方が落ちて次何していいんだかさっぱり分かんなくなってちょっと戸惑いましたけどこれからどうしていけばいいかななんてことを結構とりあえずあれですね四つん這いで体回しをするやっぱあの外にいきなり出歩くっていうのはかなりハードルが高いので基本的にやっぱり家の中でいつでもやめられるやりたければたくさんやれるしや危ないなと思ったらすぐにやめられるっていうような条件で、なんていうんですかね負荷をかけずに動くのがいいので、で四つん這いが一番負荷が少ないので、で四つん這いでこう徐々にこう尻回すような動きしてるとだんだんこうほぐれてくるって言いますかね、動きやすくなってくるの でその後こうだんだん様子見ながら脇を伸ばすとか、まあね、お風呂入るとかもそうですけどやっぱりまあそうですね体を ほぐすっていうことが大事なのでたくさん動かそうとか鍛えようっていうふうにしちゃうとね危ないですね、ここで揺らしただけですけど、おそらく、ね、もまず検討ですね。チラチラチー、チラチラチー。足の方も揃ってますね。で、これ揃ってますね。これまあ、ちょっと今5分程度だと思うんですけど揺らしただけなんですけど、まあ、これであの左右差は揃ってきていて、いきますね。肩の方も痛みは減りましたよね。減りました。はい、首の方も減りましたかね。はい、この辺でしたよね。はい